さあというわけでジブリバタ対、水戸ホーリーホークの試合5対0ジブリバタの勝利という形で終わりました。得失点差もクソ大事になってくるこの終盤戦で5点差をつけて勝つというのは非常にでかかったっす。最後の勝利をありがとうございました。ベルディさんにこれでかなりプレッシャーをかけることができたんじゃないでしょうか。そしてエスパルス今日勝ってますけどね、エスパルスにも、プレッシャーをかけることができたそんな素晴らしい勝利だったかというふうに思っております。試合内容としてはね結構こう拮抗した感じはあったというか、どっちに転んでもおかしくない点差のようなねこうまあ対象の雰囲気は試合中はなかったかもしれないんですけども、それでもねこうやって勝つことができたっていうのは非常に大きく思っているので素晴らしい勝利です。いや本当に盛り上がりましたね。右サイド制圧っていうような感じでした。鈴木優斗選手大爆発みたいなね感じありましたし、ファビアン・ゴンザレス選手ね倒れながら痛めながら決めるみたいなね感じの、まあ、コロコロ転がっていてちょっとあの瞬間時止まるみたいなそんな感じでありましたけども、そんなシュートもゴールも決まって、素晴らしい勝利という形でございます。やっぱね怪我人の状況気になりますけれども、まあ、ジャミン・レオン選手がね今日は試合出てないということでありました。代わりに出た後藤選手は、フル出場かだけどこうね点には絡めなかったというか点を取ることができなかったというような感じがありましたけども、熱いプレー悔しがる姿決めてやるんだって気持ちそういうものが見えたんでね、次節最終節今季最終節ですけども点をぜひ取ってもらってうちのエースとしてもうなんていうんですかねそういう心意気をね見せてもらえばなというふうに思っております。さあ次節ね栃木戦です。そこで全てが決まります。今季の順位確定するんで何としても勝っていくようにしましょう。勝ってね天命を待つようにしましょう。はい、そして八田直樹選手のね引退セレモニー見てきました。もうダゾンで見れたのかなこれわかんないけどもう爆泣きすげえ、もうジュビロ一筋でね戦ってきてくれた選手の旅立つ姿っていうんですか、引退する姿っていうのはやっぱり悲しいものがありますし、なんかね泣くつもりなかったんですけどやっぱ自然と涙が出てきましたね。本当に八田選手お疲れ様でした。今日ねリスペクトも込めて八田選手のユニフォーム着てきました、着てきましたとかさっき着替えたんですけど今撮ってます。本当に八田選手あと1試合ありますけどねお疲れ様でした。来年以降八田選手のいないジュビロがどうなるか分かりませんが、安心して見てもらえるように我々もね戦っていきたいと思います。共にジュビロを盛り上げていきましょう。今後とも末永くジブリに関わってもらえるようによろしくお願いします。僕が読むのもなんかおかしいんですけどね、畑選手よろしくお願いします。というわけで、以上でございます。次節本当に最終節ですんでね、今年の試合がそこで終われるように、2位をつかめるようにまずは勝利していくようにいたしましょう。お疲れ様でした。